ジートマンノーネは、イタリア、ロンバルディア州ミラノ県デイジオ出身のサッカー選手。エースモナコ所属。ポジションは GK。育成の名門アタランタユース出身で2005年7月1日にアーセナルに加入。7月16日のバーネット戦でトップデビューを果たすも GK には、イエンス、レーマン、マヌエル・アルムニアと代表クラス2人を抱えており、 ポジション獲得は難しく結局年内のリーグデビューはならなかった。2006年8月18日、2部のバーンズリー FC へレンタル移籍。聖 GK、ニック・コルガンからの定位置ダッシュを目指した。9月22日のアウェーのプレストン・ノース・エンド FC 戦で、コルガンが相手選手、パトリック・アゲマングへの危険行為でレッドカードを出されたことにより、 交代出場でデビューした。翌日のルートンタウン FC 戦ではコルガンが出場停止だったため先発で出場したが、相手のセンタリングをファンブルしてしまい、アーメト・ブルコビッチのゴールにつながってしまうミスを犯した。その後彼は膝の怪我を負ったため10月23日にアーセナルへ返却されるのではないかという噂が広まったが残留した。2007年になると、 スコットランドのインバネスへの、さらに夏には同じく、スコットランドのグレトナ FC へのローン移籍が、噂されるもいずれも、政治家系にはなれず失敗に終わっている。2007年のリーグカップでは、昔ファビアンスキの控えとして、ベンチ入りした。それからのリーグ戦入滑するユナイテッド FC、シェフィールドユナイテッド、ブラックバーンローバーツ FC 戦に、ベンチ入りしている。 リザーブチームが主戦場ながらも GK 不祥事には時折ベンチに入った。リーグカップでは常時ベンチ入りした。2008年にはレーマンの対談に伴いトップチームへ昇格。アルムニア、ファビアンスキに次ぐ第 3GK となりリーグ戦デビューも飾った。しかし出場機会にはなかなか恵まれず2010年10月18日に前年2部に降格した。 ハルシティへのレンタル移籍を決断。だが、移籍後は、怪我に悩まされ、結局10試合の出場に止まりシーズン終了後に、復帰。2012年1月4日に、再度ハルへのレンタルが決まり、今度は、政治 EK のポジションを得ると怪我もなく21試合に出場した。イタリア代表歴はない。U-21 代表は、同年代のエンリコ・アルフォンソ等ライバルが多く、 また万能ネは、イングランドのクラブに在籍していたため招集はなかった。2009から2010のチャンピオンズリーグで、不調のマヌエル・アルムーニアの代わりに出場し、高パフォーマンスを見せたことにより、アーセン・ベンゲル監督の信頼をつかみ、リーグ戦においてもスターティングメンバーに名を連ねた。その後も、ボイチェフ・シュチェスニーが、不調時に出番を得たりもしたがポジションを得るまでには、至らなかった。 2013年7月4日、サンダーランドへ完全一席。2017年7月、レディング FC と3年契約を結んだ。2020年9月11日、AS モナコと2年契約を結んだ。ありがとうございます。